はい、皆さん、ワドツでーす。FC2 に昔やったことある企画なんですけど、配信者泣かせな企画やります。花火一発につき、スクワット5回やります。よろしくお願いします。花火一発につき、スクワット5回やります。はい、ワドツ。大丈夫かな？会社行けっかな？超筋肉痛になるからね、これ。マジで。はい、ワード2、いらっしゃい。マジで筋肉痛になるからね。はい、16名さんいらっしゃい。まあ、試しにやってみましょう。受けるかどうかわかんないけど。過酷だよ、これ。風船なら何回？風船なら100個で1回かな。風船100個で1回だね。風船100個で1回。まずこれきついから、みんなが思ってるよりも結構来るからアンチとかが喜ぶ企画だよこれ。100回くらいスクワットされたらやばいかんね。気長にやりましょう。頑張ります、頑張ります。仕事行く前に何やってんだ俺はって話したけど、花火買う度胸ない。買っちゃえ買っちゃえ。俺をいじめるなら今だぞ。俺を絞り上げるのは今だぞ。大丈夫飲んだ。32名さんいらっしゃい。だって1000円あったら吉野家牛丼2つだし。リアル吉野家計算ね、うん。身近なもので計算するっていうね。今吉野家って牛丼500円ぐらいの。そんなするんだ。300円とか280円の時懐かしいね。一番安い時で250円だったよね、牛丼。あれは狂ってるなと思ったもん。なんかすき家と吉野家と松屋が戦争をやってて、価格崩壊したって。潰し合い始まったからね。あれはやるべきじゃないよね。あれは経済ぶっ壊れてるなと思った。売れば売るほど赤字だよ。うん、金銭感覚の問題。うん、
金銭感覚大事でしょ、うん、大事だと思うよ。でも問題なのは今アンチ少ねえかんな、俺の配信。俺の配信アンチ少ないから多分この企画成立しねえんじゃねえかと思ってきた。アンチが多ければ多いほど企画成立するでしょ。だってあれだよ、俺30分の放送でニコ生のあの差し入れシステムで4万円分ぐらい売り上げたよ。梅干しとお米ラッシュだったからね。めちゃめちゃ梅干しがずーっと来るみたいな。ふわっちーもアンチ来てんの？来てないね、正直。寝ずに仕事行く人にそんなむごいことできない。職場でずーっと足プルプル震えてんじゃん。どうしたこいつみたいな。生まれたての子牛みたいになってる。ありがとうございます。やりますか。来たこれ。ありがとうございます。行きます。あざます。行きます。ありがとうございます。2回。あーきつい。3回。あー4回。あーきついぞこれ。5回。サンキュー、ありがとうございます。5回は余裕っしょ。これ連続で来なかったら余裕だから。いや結構深めにやるよ。ちゃんとやるよ。ちゃんとやる、ちゃんとやる。深めにやるよ、ちゃんと。おはようございます、ガンモさん。ナウシカいいじゃん。初スクワットありがとうございます。しっかりやります。しっかりやります。不正は許しません。マジでウケる。そうだ、これ結構流行るんだよ。アンチがね、バンバンやるから。アンチがね、バン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 やってくるから。いいね。ただね、ラッシュがきついんだよね。ラッシュがきつい。普段筋トレ全くしてないよ。多分100回できないと思う。キャッあざーす。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。あざーす。あー、やべ、2発来た。2発来たよ。2発来た。10回ね。10回いきます。あ、やべ。やべ、15回いきます。1回2回3回4回5回6回。きつ。7回。8回。9回。きつい。10回。11回。12回。13回。14回。15回。あざーす。やべえなこれ。うわー、来た。マジか。1回、2回、3回、4回、5回。よし、25回。うっすいっす、ありがとうございます。ちょっと待って。5回ありがとうございます。
休憩させないんだ。1回、2回、3回、4回、トータル30回の5回、よし、ありがとうございます。いや、ちょっと座らせてよ、休憩させてよ。1回、2回、3回、4回、5回、35更新します。で、ありがとうございます。40回ね、これトータル40回ね。40、1回、2回、3回、4回、5回、ちょっと、カウントが追いつかない、5回。いきます。1回、2回、3回、4回、45回。あざーす。ありがとうございます。いって。あ、30回じゃない。これ間違えてる、これ表記ミス。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっと更新だけさせて。50回目いきます。いきます。1回。2回。3回、4回、50回目いきます。あざーす。いや、ありがとう、ありがとうございます。いや、50回連続超きつい。いや、ありがとうございます。今50回で合ってるよね。あざーす。ありがとうございます。いや、死ぬわ、こんな。今のうち休憩しよう。いや、限界かよじゃねえよ。ほんときついぞ。やってみ。50回連続スクワット。腹見たらわかるでしょ。いや、俺は絶対やるもん。もらった分は全部やる。いただいた分は全部やります、僕。100万円分やられたら全部やるよ、俺。ありがとうございます。特命係長さん。花火師さん、ありがとうございます。できなかったらじゃあ川行こうよ。おい、ナウシカありがとうね。きつ。ありがとうございます。連続がきついんだよ、連続が。よし、雑談やろう。そう、FC2 でね、めちゃめちゃしごかれたから、これで。もうずーっとスクワットされてた。一石二鳥かどうかわかんないけど、結構ね、和藤さんをいじめないで。やっぱね、ド S な人多いんだよ、リスナーさんって。結構 S 気がある人多いから、攻めるよ、こういう時。面白いじゃねえか、つって。花火を投げてから何秒以内に開始するとかルール作ってますか？じゃあ10秒以内にしようか。すぐやるよ。すぐ絶対やる。10秒以内にやります。ただほら、このカウントを増やさないといけないから。うん。すげえ。OK。10秒以内ね。10秒以内。もうすぐやるって。で、10秒切れたらアウトね。10秒の間隔を置いたらアウト。それでいきましょう。うん。
川は死ぬかもね。うん、川は死ぬ可能性あるよ。うん。覚えといて、10秒以内で。ただね、いいラインだと思うよ。100円じゃん。1回スクワットにつき100円じゃん。200円か。結構きつかったでしょ？しかも結構深めに落としてるからね、俺。サボってないから。結構腰、一番きついところまで落としてるから。結構きついよ。50回連続は。うん。まさか川行くだけとか、そんなわけないじゃん。ダイブだよ。うん。みそぎのダイブだよ。川行こうぜの和道だから。花火師何個投げたの ?8? 花火師さんは9だね。で、ナウシカさんが1だから、トータル10って書いてある。花火。ここに書いてある。下に。花火師さんが9。一発500円か、収入。で、5回スクワットするから、1回100円稼ぐのか。俺も同じくらい深くしたけど、連続きついな。そう。これをね、なんか何百回かやらされたんだよね。SC2 だと。だからね、とんでもない大金持ちとか引き連れてきたらアウティだよ、俺。うん。超金持ちとか来たらアウト。100万円なんてゴミクズだよ、みたいな人がいたら、もう終わり。スクワット地獄。スクワットで半泣きになるっていう配信。そうだね。ただね、これね、乳酸が蓄積してくから、あざーす。一発残ってた。あざーす。いきます。10秒以内。いきます。1回。2回。3回。5回。あざっす。ね、ぶっちゃけた話で、ね、連続じゃなかったらいけるから、これ休憩挟んだらいけるから、そこがねミソなんだ。そう、リスナーがコンビネーション使ってこない限りね、俺勝ちゲーだから。これ頑張ります。そう、連チャンがきついんだよ。多分ね、もう300回以降はね、ただのいじめになってくるから。300回以降はただのいじめだよ。マグロ太郎さんいらっしゃい。うん。匿名係長ありがとね。いたずら大好きだからね、みんな。後半もう半泣きだよ。泣きゲーだよ、泣きゲー。うん。あれみたいな、ネテロ会長みたいなね、感謝の1万回政権好き。思い出さない。シュリャ。そのうちスクワットも音速超えるんじゃよ。気づいたら日が言う、くれてないって。うん。おめでとうございます。ありがとうございます。連投10発記念花火さん。今日仕事休んで大丈夫だな。いや、休まないよ。今日休んだら、今日バックれたらもうほんとアウトだと思う。マジで、ていうか今日、昨日の時点でアウトだから。マジで謝りに行くから。仕事は絶対行く。うん、仕事は絶対に行くね。でもこれなんかこの企画続けてたらなんかランキング結構上位いきそうだよね。うん。今まで何回ぐらい休んでんの？結構休んでるもう。てか遅刻が多いよ俺。寝坊が多い。てか多分マジでこってり絞られると思う今日は。
マジで謝んねえと。バックレはダメだよね。言い訳通用しないから、シビアな世界だから。ワドツいじめ悪くないな。ワドいじめ、いや合法的ないじめだから、これ可愛がりだから。あれ、石川紀之がやってる。石川紀之がふわっち来てる。ふわっちもやるんだ、石川紀之って。うん、知らなかったわ。川で土下座、土左衛門は嫌だ。死んだら嫌だよね。死んだら嫌だよね。リアルに、この時期の川は死ぬ可能性あったんだ。俺はただ約束は絶対守る男だから、そこは安心してくれていいよ。俺は絶対約束守るから。やりきるよ、意外と。フワッチで一瞬で200人集めるとかすげえな。おはようちよ。おはようございます。企画やってます。川ダイブ見るまでやるかもよ。覚悟しな。いや、大丈夫だと思う。そんなに100万円とか一気に花火バン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 やって潰すっていうようなリスナーさんはいないと思うよ。10万?ん?花火一発で1000円で5回賞。いや、いないだろう、さすがに。俺にそんな金かけるやつ。5万円だとした、え?花火100発上がったらいくら?花火100発で10万ポイントか。花火100発でスクワット5回。花火100発で死ぬな、多分俺。うん。多分ね、花火ね、50発ぐらいだったら多分なんとかなると思ってる。時間決めようぜ、何時までって。時間決めよう。何時までにしようかな。何時までぐらいにする、この企画。長時間やればやるほど俺が死ぬから、タイムリミット決めようよ。うん、タイムリミット決めよう。7時まで。7時までにします。朝7時までにしよう。1000×100 スクワット500かな。うん、100×5 でいいのか。花火の数が100だったら1回につき5だから、そうだね、500だね。さすがに10万も払うバカいないでしょ。スクワット500回見たいために10万円払うバカいないでしょ。ウケるよな。相当なド S だと思うよ。相当な金持ちか、相当なド S だと思うわ。さすがにそんなバカはいないと思う。わからんかな。いるかな。ただね、そういうね、悪乗りする人が、極端な話、2万円払う人が5人いるだけでも10万になるから。初見さんいらっしゃい。一発投げたらなくはないよね。一人一発っていう手もあるよね。だからみんなで悪乗りして、今80人いるわけじゃん。80人が一発ずつ打ったら、8540だから400回だからね、スクワット。そういう作戦もあるよ。そういう作戦もある。うん、みんなで一人一発打ち上げようぜ、みたいな。和道殺し。
必殺は道殺しがある。だからね、一人がドカンってやるよりも、連携組まれた時が厄介なんだよ、こういう時は。いじめが始まるんで、いじめが。いじめ、一人でやったら喧嘩だけど、全員でやったらいじめだからね。怖え。ただ、休憩が入ってる分にはね、そんなに難しくない。連続がきつい。面白かったらフォローよろしくお願いします。今のうちに太ももをマッサージしとこう。入念にやっておかないと。てか思ったんだけどさ、ふわっちの生主って可愛い子多くね？美人多いよね。キャス主とかね、ニコ生主よりもね、なんかビジュアルがいい子多い気がする。あんまり閲覧は取ってないけど。一人一発を集中させればいいわけだよな。そう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 。だから悪ノリの連鎖みたいな感じだよ。だから途切れさせないっていう。明日もこの企画やろう。いいよ。っていうか別に、スクワット5回常習化してもいいよ、俺。花火一発でスクワット5回いいよ、全然。ちょうどいいと思う。いつでもやります、みたいな。ただ、企画としてやった方がいいと思う。時間決めて。じゃないと連チャンしないと。花火で腕立て伏せやってる。パクリじゃん。パクリじゃん。恥ずかしいよ、そういうの。うん、企画のパクリは結構恥ずかしいよ。うん、俺より先にやってるんだったらあれだけどね。人のネタをパクるのはね、結構笑われるよ。どれどれ、花火来てんのかな。あ、やってるやってる。やってるやってる。やってるやってる。花火1個で腕立て5回とか言って。速攻パクられてる、うん、翔太様もやってるよ、パクリ。うん、いいじゃない別に。いいと思います。お、おはよう。もしよかったらフォローしてください。お願いします。パックマン増えそう。いや、全然パクっていいんじゃん。パクっていいけど、パクリは結構ね、パクらないと面白いアイディアが身につかないっていうことで、あんまりね、無理だよ。向こうは窓より花火投げられてる。多分早く潰そうとしてるじゃん。早く、腕立ての方が負荷かかってるから、多分早く潰れると思うよ、うん。できませんってなると思う。うん、初見です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リンさん。ありがとう、フォロー。リンさん、フォローありがとうございます。和道です。よろしくお願いします。Thank you.
また楽しみ増えたわ。 S だね、 S だね、ド S だね。男の一服だよ、男の一服。企画利用させてもらってすいません、ありがとうございますって言ってた。恥を知れ、恥を。配信者だったら企画を考えろ、自分で。恥を知れ。翔太くんいいよ、さっき見に来てくれたから、全然。多分ね、さっき見に来てくれた人だと思う、翔太くんは。うん。全然、よろしくお願いしますって、こっちからも伝えてください。パクられた光栄です。ただね、一個だけアドバイスするなら、あの腕立て伏せは多分無茶あると思うよ。スクワットの方がいいと思うよ。スクワットはだけどね、後から効いてくるんだよね。腕立ては速攻性で効いてくるから、多分連続ですぐ潰れちゃうと思う。今日から500円貯金始める。和道殺し、うん。月末に一気に解放するって。和道殺すぜ。500円貯金楽しいよね。俺も貯金箱買おうと思ってたけど、自分で貯金箱作った。リステリンのやつ。リステリンのシール剥がして、貯金箱作った。今裏でボディービルダーみたいな人、体の人が放送してる。この人もやればいいのに。企画を広めるのやめてもらっていいですか。ボディービルダーとかスクワットとか余裕だからね。ただの筋トレでしょ、それ。やっぱね、体を鍛えてないね、メタボのおっさんにやらせた方がいい。ムキムキの人がスクワットしても、それは当たり前にできるだろうってなるでしょ。おはよう、サングラスポジトさん、おはよう。今日もよろしく。1ヶ月で約15万やろ。え、そんなにいかなくない？ 500 円貯金って1万5000円でしょ。ナウシカ掛け算できてないよ。1万5千円でしょ。うん。寝てないっすね。ナウさんいらっしゃい。罰ゲームいろいろ考えよう。いや、スクワットがね、俺今までいろんなことやってきたけど、1万回正拳突きとかやったけど、スクワットがガチで一番効くから。スクワットが一番面白いよ。遅効性の効き方するから。じわじわ効いてくんだよ。後半がきついんだよ。そうそう、1万5000円だよ。1日5000円貯金やってたら15万貯まるね。
和道さんで寄稿できるって聞いたんですけど、本当ですか？本当ですよ。寄稿できますよ、僕。人のことを触らないで倒すことができますね。それは本当ですよ。いろんな人に試したけど、できなかったの一人だけかな、リスナーさん。99% できる。初見さんいらっしゃい、メロンパンダさんいらっしゃい。楽しんでください。楽しかったらフォローお願いします。風船プレゼントありがとうございます。楽しんでって。どこで習ったんですか？バーで習ったね。バーの店長から教えてもらった。見せてあげようか。彼女がいいって言ったら見せてあげる。彼女にはやったことないから、多分驚くと思う。見たい。彼女今トイレ行ってるからちょっと待ってて。やらすとか一切ないから。彼女聞くかな。お風呂入ったのか。いいよ、全然見せてあげるよ。なんか子供の頃からね、気とかオーラとかあるっていうのは知ってたから、うん、人の念とかが見えたりするんだよね。たまに聞かない人がいるぐらいで、ほぼかかるね。彼女戻ってこないな。お風呂入っちゃったかも。どこで知ったの？サングラスポテトさん、どこの配信で知ったの？俺が気候を使えるって。誰から聞いた？ヒカルくんかな？ヒカルくんとあと誰試したかな？配信者。結構やってるよ、いろんなところで。川崎洋平もやったかな？あ、ヒカルくんだ、やっぱ。うん。寒くないよ。うん。大丈夫。俺、薄着なんだよね、普段。7ヶ月で約10万か。無理とか。あ、帰ってきた。のんたん、ちょっと協力して。俺、気候使えるの話したことあったっけ？気候見たいから。顔隠していいから。ほんとね、ここに立ってくれればいい。この辺かな。ほんとね、ほんと。これいいや。で、今からイメージすることをちゃんとやってもらいたいのね。で、正中線って聞いたことある？ここ。チャクラとか言うんだけど、ここをまっすぐ整えなさいってよく言うでしょ。うん、だから、ここのてっぺんをピーンと張られてる感覚ってわかる？うん、こういう。こう、チャクラを通す感じのイメージ。で、超リラックス。超リラックスして。そうそう。体の力を抜いて。で、倒れても絶対受け止めるから、そのまま倒れていって大丈夫だから。やらせ一切やらなくていいからね。うん、で、まず、人間には五感っていうのがある。これ聴覚ね。聴覚。で、嗅覚。匂い。で、視覚。これは見てる世界 で触覚、触られてる感覚、これをシャットアウトする感覚、要は禅みたいな感じで瞑想をしてる感じで、第六感の何かを探る感じをイメージして持って、味覚はもちろん使ってないから。で、ここのチャクラをまっすぐ、このてっぺんのところをまっすぐ姿勢正す感じで、そう、そのままね、抵抗しない、力で抵抗しない、そうそう、ママ、うん、ありがとう。こんな感じです。うん、ありがとう。
はい。見えた。見えた。こういう感じね。まあ、やられないとわかんないと思うよ。引っ張られたり押されたりする感覚っていう。うん。だから触らないで、こう、うん、引っ張る感じ。うん。これがまあ、気だね。おお、お味噌汁さんおはよう。おはようございます。楽しんでってください。今、気候やってました、彼女に。気候って本当にあるのって言われて。リスナーさんに、あるよって。できるよって。これを、気候の達人とかになると、もう気を送り込んだりとかできるの。バーで習得できるぐらい簡単な、あのね、そういう力を持ってるかどうかだね。要は、あの、トマベチも最近気候や、え、何言ってんの？あの人気候の権威だよ。あの人昔から気候やってんだよ。最近じゃないよ。もともと気候師だよ、あの人。うん。秋蔵さんおはようございます。いらっしゃい。楽しんでてください。あの、なんつうの、その人にそういう才能があるかどうかみたいな。その気候、受けることはできるんだけど、気を持ってない人はいないから。ただ、気を操ることができる人っていうのはちょっと才能がいるかも。センスがいるんだよね。あの遠隔のやつ本当なのか？本当でしょ。気候ってもともとなんで生まれたかっていうと、始皇帝って言って中国大陸全土を支配してた王様がいるんだけど、始皇帝ってカーテン一枚隔ててて、触ることも見ることもできない存在だったの。要は、天皇陛下みたいな感じで、もっと位が高かったのね。昔で言うところの。だから、その、病気になった時って遠隔で治さないといけないっていう、ことで、あの、医師たちが悩んでて、病気になっても治す方法っていうのを考えて、気を送って治すっていうのを考え出したんだよ。元彼もインドで習得してきた。うん。そろそろ花火欲しいな。和道空手やってたからできるんでしょう。空手は、体鍛えたりする人は結構、その、気の流れとかはわかるかもしんないね。っていうか、昔から霊感あったから、そういうなんか、見えないパワーみたいなの分かるんだよね。子供の頃から。気候で格闘家を倒せるっていうよりも、気の難しいところっていうのは、結構ね、洗脳とかと連動してるんだよ。あの、相手のね、なんつうんだろうな。どうした？頭痛い。うん、なんつうんだろう。あの、発形っていう技があるんだけど、気ですっ飛ばすっていう技があるの、発形って言って、はっつって。それは触れるんだけど。発形とかは俺はできないかな。触るか触らないかぐらいでね、相手をボーンって吹っ飛ばす技が発形っていう技がある。それは気功だね、発形は。彼女大丈夫だよ。頭痛持つから。彼女さん見てたら引っ張られましたね。変な感じするでしょ、うん、なんか引っ張られたり押されたりなんかするでしょ、うん、八極拳、うん、八拳は中国拳法でいろんな流派にあるよ。中国は奥深いね、そういうのは。太極拳とか自分の記憶を練る技だから。自分のね、まあ中国ではチャクラっていう言い方をするんだけど、チャクラ。バーザファイターのアキラの拳法ですか。わかんねえわ、アキラ。風船プレゼントありがとうございます。アキラがわかんないな。
うん、同棲してないよ。うん、遊びに来てるだけ。ここは俺の部屋。うん。遊びに来てるだけです、彼女は。でも同棲したいね、とは言ってるんだけどね。彼女は俺のそばにいた方がいいかな、と。実家じゃないよ。俺は実家ない。親と縁切ってる。だから、俺の普通の借りてるアパートだね。今日はね、彼女が遊びに来たんです。俺のマイスイートハニーがね。配信業だけ？仕事ってこと？仕事？バイトやってますね。おしゃれってわけじゃないけどね。配信用に綺麗に見せてるだけで。おしゃれではないよ、全然。なんか人いない。コメント全然ないね。多分みんな寝ちゃったんじゃないの。うん。みんな寝てるんだろうね。メロンパンダだけになっちゃったもんね。いる？大丈夫。日曜日にヘルツ行ったら休みでした。日曜定休って職人さん休ますいい店ですね。マジか。ヘルツ休みだった。俺行ったよ。俺も、買ったよ。12月の19にできるって。ほとんどの人寝てるんじゃないかな。ここ超いい店だよ、ここ。ヘルツ。渋谷にあるお店。ここでバッグ買ったんですよ、僕。フルオーダーメイドだから、ね。職人さんに一から作ってもらってる、うん、気功は中国伝統の民間療法大海治療で、そう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 、始皇帝に気を送ってな、はぁーってみんなで、でヘルツヘルツヘルツじゃないヘルツって言うお店、ヘルツ HERZ でヘルツっていう、ここいいお店だよ、ほんとヘルツは革製品に特化したお店。財布もあるある。財布もあるよ。しかも、細かいところもオーダーで、例えばファスナー増やしてくれとか、カード増やしてくれとか、全然対応してくれるよ。追加料金かかるけど。本格の革も自分たちでその仕入れてるから、オリジナルの革で。こんな感じだね、財布は。いろんなのあるよ。ほぼっていうか全部手作りだね。二つ折りから長財布から何でもある。しかも2、30年持つからね。20年とか持つから、マジでおすすめだよ。俺お金持ちじゃないよ、全然。俺はね、バイトっつうか、いや、7万5千円しか稼いでないよ。俺生活保護だから。全然稼いでない。長財布とかいいんじゃないの？これ。俺が買ったバッグはこれだね。オーダーメイドで。そうだよ。これ。このバッグ買った。こっちか。これ。かっこいいでしょ。革はね、全部で5色あって、この色と、キャメルって色と、チョコレート色と、ブラックと、レッドと緑。この5つから選べる。この5つの色だね。
この5つの色。赤、キャメル、チョコ、ブラック、赤、緑。買ったバッグはだから今作ってもらってるから2ヶ月かかる。まだ来てない。12月の19日に完成するって。まだ完成してないんですよ。赤いいでしょ。赤はね、なかなか作る人がいないから、生産数少ないから、店頭に置いてないって言われた。なんていうブランドですか？ヘルツっていうブランドだね。渋谷に本社があるんだ。超いい店だよ。工場とね、ショップが一緒になってんだけど、HERZ ヘルツですね。渋谷ヘルツ。HERZ 渋谷ヘルツです。気候について調べてたがだるくなってやめた。あのね、体感しないとわかんないと思う。あったかくなる感じがあったりとか、電気が走る感覚があったりとか、いろんな技があるんだけど、あの科学的にもね、だんだん気候の調べてる専門家とかいて、手からね、遠赤外線が出てたりとかするんだよ。不思議なんだけど、ね、なんで出るかわかんないんだけど、気候科の気を送ってるところをちゃんとデータ出たら、サーモグラフィーでは熱くなってるし、あの遠赤外線が出てるっていうちゃんとしたデータも取れてるね。なんで出てるのかは不明。うん。ヘルツね、女の子向けのバッグも作ってていい感じだよ。すごい。女性だとこういうポーチとか、本革のポーチとか、病気も治せるっていうね、もともと病気治すためだからね、こういう小さいバッグとかも作ってるし、ショルダーバッグ、あとこういう女性向けのバッグもいっぱい作ってる。あ、半分ぐらい女の人だったな。男性向けのビジネスバッグもいっぱい作ってるしね。ここ超いいよ。しかも壊れた時すぐ対応してくれるから。空は手からしか出ないのですか？それは？手が一番出やすいんだろうね。俺も手じゃないとダメ。キャメルが一番可愛いね。オーソドックスな。この色ね。これが一番いい。で、サイト見ると面白いんだけど、20年使ったらこうなりますよとか、10年後こうなりますよっていう。20年使うとこういう色になる。もう、ジブリの世界だよね。これが20年使ったバッグかな。これ。こういう風にもう皮が馴染んでくるとかっこよくなるんだよ。皮はね、一生ものだからね。これか。これが20年後どうなるかっていうと、これね。これが、このバッグが、こうなる。これ全く同じやつ。だから使い込めば使い込むほどかっこよくなるっていう。壊れないです。頑丈な革だから。ちょっと重たいけどね、本革だからね。安いの何個も買うよりいいですよね。プラダも2年でボロボロになっちゃう。そうだね、プラダとかハイブランドはもともとバッグの製品じゃないじゃないですか。洋服のブランドだったりとか、あのアクセサリーのブランドだったりとかするから、だからバッグはバッグで買った方がいいよ。寝ないね、今日は。10時半から、だから、寝ないっすね。ジーンズの色落ちみたいな感覚。あ、そういう感覚に近いかもしんない。履きこなしていくっていうか、潰していく感覚だよね。味が出てくるんだよね。だから革は3年目からが本ちゃんっていうよね。新品のバッグはダサいって言われてる。ライダースジャケットとかもそうだけど、3年目からがかっこよくなってくる。愛着湧いていいと思うよ。一生もの買った方がいいよ。
ていうか、スクワット地味に効いてんだけど。地味に今ピキって言ったんだけど。明日配信何時だろう、気分だな。仕事からか、あ、仕事から帰ってきたらやるわ。うん。ただね、ちょっとミーティングがあるから、スタッフさんと。スタッフさんと会うのが 5時か6時ぐらいだから、その後配信する予定。まだわかんない。まだ不明。うん、今日ね。今日の配信は未定ですけど、まあ、配信はやる予定。ありがとう、ナヨシカ。すげえ嬉しいよ。ありがとう。フォローまだの人、もしよかったらフォローしてください。お願いします。頑張ります。うフォロー、あれ、サングラスポーツさんフォローしてなかったんだ。サングラスポーツさんフォローありがとう、うん、フォローしてると思ってたわ。84名さんいらっしゃい。93名さんいらっしゃい。ワドツいじめのためにも今日も仕事頑張るわ。ありがとう。してなかったんだ。俺してると思ってたわ、サングラスポーツさん。ありがとう。今企画をやってます、花火一発上がるためにスクワット、5回やります。もし僕のこといじめたい人がいたら花火をお願いします。合法的にいじめられます。よろしく。今スクワット現在55回朝の7時までやるんで、あと30分ぐらいで終わりにします。残り37分だね。眠い。なんか鼻炎の薬飲んでるんだけど、鼻炎の薬が結構睡眠誘導剤みたいになってるらしくて、眠いんだよね。副作用で睡眠眠くなるんですよ。厄介だよね。一発目がね、ナウシカが打ってくれた花火だからね。がっつり稼ぐぜ。目指せ配信で世界旅行。旅行っていうか旅だね。世界旅。旅系配信者だから、旅系配信者。
ふわっちでは初見、ニコ生と違って順調に稼いでますか？結構順調っすね。ビタミンさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。ふわっちいいよ。閲覧、100ぐらい、100前後キープできるし。アクティブね。すごい楽しいよ。ふわっちは。いい感じですよ。まあ、50は切らなくなってきたよね。うん。閲覧どの時間帯でも50は切らないで、100前後キープして、調子のいい時で200いくっていう感じだから。200ぐらいいくとね、やっぱ配信盛り上がるよね。コメントもずーっと途切れないでバンバン来るし、トークしやすいかなっていう。目標はふわっちで閲覧500キープできるぐらいになりたいなと思ってるけど。ニコ生で言うところの立ち見映画出るみたいな。そうだね、ふわっちをメインにする。もう完全に。ニコ生はやんないね。今、半年間は絶対ふわっちやるからっていうことを公言してる。それがリスナーさんとの約束だね。うん。はい、いってらっしゃい、ナウシカ。だって、閲覧が集まるところでやりたいのが、やっぱ配信者の差がだから。人が多ければ多いほど面白いもん、配信は。ふわっちとかだと100人集めるけど、キャスだとこんな人集まんないかんね。キャストニコ生だと。うまくハマった感じなんだよ。ふわっちとか。ふわっちが今一番手応え感じるかな。朝方昼減るな、米少ない。多分ね、寝ちゃってる人がね、多いんだと思う、もう。長時間配信やってるから、寝落ちの人もいっぱいいると思うよ。やっぱ夜中の2時ぐらいがピークだね。今日も閲覧200ぐらい行ったけど。朝方はしょうがない、みんな忙しいから。俺宗教についてかなり詳しいね。詳しいよ。多分何でも答えられると思う。普通の人より詳しいって感じだよね。エホバの証人について語っていた。あ、エホバの証人は詳しくない。キリスト教の派系だね。エホバって確か
あ、それはモルモン教か。エホバって何系だ？エホバは詳しくないね。キリスト教系か、エホバ。エホバの証人。あんまり深くないですね、この辺は。新世界訳聖書。統一教会から、正統一教会、ん？正統教会が異端とみなされてる。ああ、閲覧200以上いけば十分中堅以上だ。そうだね、そんな扱いな気がするな。ずっとおすすめ上位に載ってるしね、うん、大手配信者がいてもおすすめ6位ぐらいに行くから、まあそういう扱いだと思う、多分。聖書を悪用した宗教、うん、まあでも人が集まるところに俺は悪いことは基本的にないと思ってるから、人が集まるのはいいことしてるからだと思う。あー、輸血拒否か。はい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 。エホバはそうだ、輸血ダメなんだ。あー、思い出した。悪いことしてたら人は集まんないよ。やっぱ、その人たちにとってメリットがあったりとか、いいことやってるから人は集まるんだよ。だから、外部に対して危害を加えるようなことをやってなければ、俺は別に宗教は構わないと思ってるけど、やって。どんな宗教でも。仏教とキリスト教って世界観がまるで違うけど。俺はどっちも面白いと思ってる。半数が大会してる。それは、だから悪いことやってるからだろうね。この考え方違うなって思われてんだろうね。でも仏教もそうだけど、仏教も全然信者数いなかったんだよ。ブッダが生きてる頃って。1万人もいなかったんじゃないかな。でもね、正しい教えをやってたら永遠と残り続けるんだよ。死んだ後でも。だからカルトはダメだよね。残らない。どんなに人が少なくても正しい宗教だったら人が永遠と残るから。語り継がれていくから。キリスト教もそうでしょ。キリストが生きてた頃そんな信者いなかったじゃん。弟子たちが広めたもんだからね。96名さんいらっしゃい。増えてきたね。Thank you.
103名さんいらっしゃい。103名いてコメントゼロってすげえな。100人が俺の配信になんかこうやって、ウケるな。この時間帯は仕方ないな。0時以降が稼ぎ時かな。どうだろうね。あんま稼ぐのメインでやってないかな。結構ね、ふわっち稼ぐのメインでやってる人いるけど、普通に、あれだよ、普通に雑談やってくれてても、コイン投げてくれたりするよ。あんま金金してなくても、全然支援してくれる。まあ、金金してる人もいるんだろうけど。閲覧増えてるのに寝てるんでしょうかね。なんだろうね。見るもんなくてザッピングしてんじゃないかな、多分。あ、和道だ。見てみるか。盛り上がってねえな。他行くか。みたいなの繰り返しちゃう。わかんないけど。かそってんな、みたいな。まあ、流れはあるからね。配信って盛り上がるときと盛り上がんないとき、極端にやっぱ中堅以下は出ちゃうから、それはしょうがないと思うよ。盛り上がるときは盛り上がるし、盛り上がんないときは盛り上がんない。まあそんなもんすよ。何がハマるか何がハマんないか、運の要素もかなりあるから。まさか自分がふわっちやるとは思わなかったかな。本当に思わなかった。自分がふわっちでメインでやってこうっていう風に考えると全然思わなかった。それが意外かもしれない。びっくりしてる。むしろふわっち全然人気、一回やってみたことあったんだけど、アクティブ5とか、アクティブ5なのしょうがないんだよね。配信者が全体で5人ぐらいしかいなくて、だから久々覗いたらすげえ盛り上がってたから。生は初見です。ヨウツベ速報さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。ありがとうございます。来てくれてありがとう。フォローよろしく。何が当たるかわかんないよな。ほんと配信は奥が深い。かまあゆさんいらっしゃい。よろしくお願いします。コメント全く意味がわかりませんが、コメントありがとうございます。ふわっちをメインにやって、たまにキャスターニコ生からこっちに引っ張ってくるパティーンじゃない。いやもうだってニコ生コミュないもん。キャスもおすすめ規制だし、もうやる気ないし、ふわっちでいいよ。っていうか、あれだからね、他のサイトから引っ張ってくるより、こっちの方が閲覧多いから、俺。
1時間で1000人ぐらい見に来るからね。だってこの前15分の配信で400人見に来たよ。で、250個目だよ。だから他のサイトから引っ張ってくるっていうよりも、他のサイトよりここの方が人集まるんだもん、俺。俺の場合は。だからここメインにしてんの。うん。おつまみさんフォローありがとうございます。おつまみさんありがとう。四つ目速報さん、コミュ登録ありがとうございます。ふわっちで閲覧400は大手だぞ。閲覧400、昨日400だったよ、15分で。うん。15分で250個目、閲覧400。全員爆笑。和道で笑うはずがないって言ってた、ハードル上げに上げた、口うるさいリスナーたちが爆笑したかね。負けたわ、つった。ロボさん配信始めた？うん。キャスかな？キャスかな？ロハコさん。寝れないのかな？ふわっちで100超えればかなりすごいですよね。いや、逆なんだよね。なんか知んないけど、ふわっちにドハマりしてて、ふわっちが人めっちゃ来るんだよ、俺。なんでかわかんないんだよ、それが。うん。ニコ生やってんだ、珍しい。なんでなんだろうね。ふわっちのリスナー層と噛み合ってるんだよね。すげえ嬉しいよ。だからニコ生やる理由もキャスやる理由もないんだよ、俺。稼げるし、人は来るし、コメントは来るし。うん。FC2 よりも稼げてるね。ふわっち固定の人増えてますよ、だいぶ。ふわっちの、ふわっち自体のファンだっていうリスナーさんかなり増えてきてる。昔とちょっと変わってますよ。俺もね、半年ぐらい前やった時は全然ダメだったんだけど、今結構いいね。そんなに数は多くないけどね。キャスとかに比べて。多分昔のふわっちとは変わってきてるかな。だいぶ。ここ半年ぐらいの流れで、だいぶ変わってると思う。まだまだ伸びると思うよ、ふわっち。昔から大盤振る舞いで潰れる潰れると言われ続けて意外と息が長い。なんかね、やってみるとサイトの設計がうまくできてますね。まあ、半分ポイントをリスナーじゃない、配信者に還元してるのもうまい仕組みだし、それ以外にも結構広告費とかかけてるんですよ。運営が総取りするんじゃなくて、ツイッターとかに広告入れてたりとか、あと、頑張ったリスナーさんにはプレゼントで1万円プレゼントとかしてるんで、結構頑張ってますね。ふわっち伸びてますね、正直。うん。うん。てかね、ニコ生は超えると思ってる、俺。ニコ生が投げ銭始めなかったら、ふわっちは、ニコ生は超えると思ってる。ニコ生がダメすぎる、今。キャスはね、超えることはないかなっていう感じだけど。ニコ生、FC2 はもう超えたかなと思ってる。何気に大手配信者ばっかりやってるからね、みんな。なんだかんだ。ふわっち。だって俺でアクティブ100キープしてるって結構だからね。
たまたまネームバリューあるからうまくハマっただけだとは思ってるけど、うん、ランハゲもツバニャンも金梅さんもずっとやってるからね。今はね、どうしてもキャス主が稼ぎに来る場所みたいになってるから、そこを打破できたら、居つく人が大切にできたら、ふわっちは、うん、爆発する可能性あるよね。超稼げるね。俺5日間で3万円だよ。俺がだよ。和道が5日間で3万円稼げてんだよ。他の配信者も、和道が稼げるんなら俺も稼げるんじゃねってなるでしょ。だから俺と同じ実力の人とか、俺よりも上の人、ドカ X、川崎洋平、ワンワン、ロハコさん、この辺とかはふわっちは魅力的だと思うよ。足しになるでしょ。下手にニコ生でチャンネル運営するより全然配信回しがいがあると思うよ。俺結構ふわっちメロメロだね、今。やってみるとわかる。やってみるといいサイトだっていうのすげえわかる、ね、ドカ X 一時期ふわっちして、そうなんだ、やめちゃったんだ、頭打ちだったのかな。あと意外とね、若い人が多いんだろうなと思ってたんだけどね、30代40代がメイン層なんだよ、ふわっちって。だからそこがいいね。なんか外配信とかよりも雑談聞きたいっていう人が多いから、うん、外なんか行かなくていいよみたいな、雑談やろうぜみたいな。喋りが得意な人とかはいいかもね、聞かせる系。うなちゃんマンがふわっちに来た理由が分かった、なるほどな。うなは向いてるよね。残り12分で終了します。キリがいいからあと5分で終わりにするわ。90分でチケットもったいないからあと5分で終わりにします。うん、仕事行くわ、彼女と過ごすわ、仕事までの時間は。キャスのキラキラコメントに馴染めない。ここではあんまキラキラしてない。風船ありがとう。一応風船ありがとうございます。あざーす。ありがとう、風船。今、目覚ましテレビ見てるんだけど、PPAP ブームだな。なんだろうね。なんであれが受けてんのか全然わかんないんだよね。一応風船ありがとう。あざーす。ふわふわしちゃいます。あざーす。風船あざーす。風船ありがとう。うまくできてるよ、このサイトは。すごいいいよ。多分そこに気づいてる配信者があんまりいないんだと思う。ツイキャスのバーターみたいな扱いされてんのは、ちょっとかわいそうかなと思う。ツイキャスよりも全然サイトはうまくできてるよ。画質もいいし。ここの運営はめちゃめちゃ頭いいし、なんか運営が配信好きな感じがしてすごい好き、俺は。ふわっちがだから盛り上がるといいなって思ってるね。ピコ太郎って確か元底抜けエアーラインというお笑いグループやってた。あー全然わかんないわ。全然わかんない。うん、ナウシカまたね。また今日配信するから夜見に来て。ラグが一番ひどいけどおはようございます。ラグそんなないよ。カウントダウンするから手挙げて、5 4 3 2 1、手挙げお願いします。1 2 3 4 5 6 6秒。花火ちゃんが6秒ラグ。うん、6秒ラグだからそんなにない。ラグってないっす。ラグないんだよ実は。ラグひどいと思ってる人いっぱいいるんだよ。ラグないっすよ。これだけの高画質でラグがないんだよ実は。
ニコ生人いないって嘆いてるロハコさん。もうニコ生やめるべきだと思うよ、正直。うん。ニコ生はもう終わってる、本当に。ダメ。ニコ生今どうなってる？チクラン見てみるか。あー、カッシーニが1位だもん。終わりでしょ。カッシーニが1位だもん。で、アクティブ50だよ。オワコンでしょ。ダメだわ。ダメだこれ。話になんだよ。終わり終わり。意外とラグ普通なんだよ。まったりでいいよね。そう、ふわっちのリスナーはね、荒れてる配信あんま望んでない人多いから。そこがいい。長時間楽しめるんだよね。そこがいい。長時間楽しめるんだよね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。最後に、今日フォローしてくれた人を紹介して終わりたいと思います。ヨーツベソクソさんフォローありがとう。おつまみさんフォローありがとう。サングラスさん、サングラスポッツさんフォローありがとう。リンさんフォローありがとう。トワさんフォローありがとう。花ちゃんフォローありがとう。残りわずかさん、残りわずかさんフォローありがとう。ショウタさんフォローありがとう。花火ありがとう。紅茶家電さんフォローありがとう。ロハコさんフォローありがとう。セメダルマさんフォローありがとう。ナメダルマさんフォローありがとう。チーさんフォローありがとう。サトネーさんフォローありがとう。メルタンさんフォローありがとう。また、いててて、怪我してるニキさんフォローありがとう。ヒロミさんフォローありがとう。MK さんフォローありがとう。ヒデさんフォローありがとう。トムさんフォローありがとう。ペニゾーさんフォローありがとう。TM さんフォローありがとう。爆笑宣言さんフォローありがとう。カナさんフォロー、いててて、フォローありがとうございます。皆さんフォローありがとうございます。ナオシカさん、花火ありがとうございます。じゃあ皆さん、お疲れ様。夕方会いましょう。さようなら。最後にボーナス花火があったね。ありがとうございます。ビタミンさんフォローしてね。よろしく。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。